皆さんこんこにちは今回は先手番でやっていきます先手番ですよと先手番やっていくかああこれ相掛かりか <laughs> やっていくかって息をまいたけどやっていくかって言ったんですけどまあ角換わりにしますか角換わりの将棋でいきましょうこれは角を上がって普通にいけば角換わりの出だし銀を上がって角なりなら同銀ではい角換わりじゃない 角換 <laughs> わりじゃないこれ飛車先の風つけるんでちょっと角換わりの出だしではないんですけどちょっと銀上がって様子見ますかこれで結局合流しましたねこれは一応風付き同歩同飛車っていう手があるんですけどまあざっくり筋を言うと風付き同歩風って同義に角打って飛車銀両取りっていう筋があるんでちょっと危ないですねまあ細かい変化言うと今の手順は 微妙だったりするんですけどまあそういう筋があってちょっと危ないので飛車先の歩交換は保留しましたと。で4号計速攻を見せたんですけど相手の方は歩をついてえー、っと桂馬を跳ねさせないよと言ってきましたね。これはもうついて攻めていくのはチンパンジーですかい <laughs> いやーこれ何が怖いってあの 歩同系ってするとフ打ってきて同銀に角で大手飛車っていう筋が残るんでさすがに怖いかなやってみたい気もするけどまあさすがにですかまあ一回玉だからかわしとくというか囲っとくのはあるか一回囲って様子見よう一回囲わせてもろて相手の方っを見てでこれだとまあ無理か <laughs> 無理かや 歩同桂とかなった時に桂なりの筋ができてるんでちょっとやってみたさはあるんですけどさすがに無理かな4五歩ドフ3五歩とかいや新時代とか言いながら行ってみるか言いながらね言いながら行ってみようどうなんでしょうこれ <laughs> とりあえずつく食べる前に飲むぐらいの勢いでとりあえずつく全然語呂違うな <laughs> 全然全然語呂が違う気がしたけどまあいいや同句で同系は銀かわされて意外に難しそうな気もするからもうここも勢いつきしてとこうあーそこえでもこれ取り込みが一応厳しそうなノリではあるけど取って銅銀は角が両狙いなんで取ったらかわすってことですかねいやーそれ難しいのか言われたら難しそう んやー、でも取るしかないか。銀かわして、系統を狙いますよと。風付き同同飛車、歩打ち銀、あ、飛車引き、銀上がり飛車引き。銀引き同飛車同角。いやー、やばいか。<laughs> それはやばさを抱えてるか。まあ、とりあえずついて、角とかは、封打たれてダメ。角は銀でダメか。飛車は筆で。 引いて筆かわすいや、それじゃ冴えんよな。それはね、冴えないことは確定してる。それ冴えないことは確定してるんですけど。他が分かんないんだもの、三つ男と言いながら。まあ、ちょっとここ引きますか。銀出られちゃうんですよけど、そこで引いて、まあ、ちょっとこの銀が中ブラリンでしょって言っていきますかね。本当に中ブラリンかは分かりません。か <laughs> えって手厚い可能性もある。 けどまあなんかちょっと銀を離れ駒にさせて、あと銀がこっち来ると中央が弱くなるんでそうですね、なんかどっかで角でこう真ん中の入れあったりとか、まあまあそういう都合のいいことばっかり考えてたんですけど、まあ相手の方は金で補強してきましたね。いや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 、これはどうなってるんですか ?2、2、9とかパッと見考えられるけど同金でよくわからん。とりあえずあと1個ぐらい囲っとくか。 この方が逆転しやすいでしょ？っていう。もう不利を辞任した発言。<laughs> 不利を認めた。発言いやどうなんやろ。でもそんな不利って感じもしないんですけど。さすがにでもそれは強がり強がり。おじさんなのか？うーん。でも確かに攻め。駒の使い方が難しいか。どう攻めていくか？うーん、22。ふわ同金で。 よくわからん金上がっとくのも取られて嫌なのかな銀使って銀出られて車回っていやわかんないまあでも固めとこ将棋は硬さ硬さを正義したものそれが将棋を制するおーっとまあそうですね取るのはちょっと危ないと見ましたね相手の方この拠点の歩をすぐ取るのは危ないと。 だから銀を出てきて、まあ飛車回りますか。銀上がってきたら、どうする気なんでしょうか。<laughs> いやーまあでもなんか銀でさせてしちゃう気。いやーそれ銀引かれるか。あ、角角か。角が痛い時代なのか。いや確かに。確かに角痛いやん。<laughs> シンプルに角痛いやんって言いながら、桂跳ねですか。桂跳ねて。 取られたら、書く。うおぉ、早いよそれはなんか怖いね。早いよは怖いね。怖いなー怖いなーって。銀ぶつけますかでも44銀が絶品なのかなあ、そっち。66角は ?55 強 ?45 銀ぶつけて同銀55飛車。もう、やるしかないでしょう <laughs> ゴリゴリ。ゴリゴリやるしかないんでしょ、こっちは。 止まっちゃ終わりですからね。これ、こっち駒損してるんで、ゾ損してる側は基本的に止まっちゃうと終わりなんで、止まったら終わりでしょの精神で、ゴリゴリ行くしかない。同銀に5五飛車、同馬同角で無理やり、砂漠狙いでございます。サザエでございます。5五角なんかなぁ。同馬同飛車。でもなんかここはななんとなく5五飛車が筋には見えるんですけど。 5五角、同馬、まあ、同飛車なんか、まあ銀引きとかで受けられたときにちょっと。でも5五飛車も同角同角銀打ちとかで手厚く刺されたときに、どうするんですかって言われたらもう切るぐらいしか多分なくて、同金で。ピョーっていう。ピョでもそこで8四強同飛車角とかあるんか。いやーもう飛車で行こう。飛車で行きますわ。飛車で。いや結構ね、これでも、うるさいとは思う。 うるさいでしょう <laughs>、うん。結構嫌だと思うんですけどね、受ける側は。うん、なんか8音香、ここに打つ筋もあるんで、結構嫌なのは嫌だと思うんですけどね。まあ同馬ですよね。で、同角で。まあ銀打ってきますよね。銀打たれた時が、こちらの人生の分かれ道で、同角なのか、まあ角かわすか。でも角かわすようだと、まあ桂馬取られて完封ペースな気がするんで、 同角同金6六強あ6六角4三歩4五強6五歩取って同歩取るいやー大駒ないから切れてるけどそれが分かってても切るしかなさそう同金の時にもっといい手があればっていう感じで訴えていくしかない取って同金強者で同飛車なら角の飛車金両取りが厳しそうなんですけど強者はかわされてなかわされてそれいかほどなんですかって言われちゃうけどまあそれをやっていくしかないのかな 同飛車角は相当痛そうなんで、飛車を逃げると思うんですけど、なんかここは強なりとか当たりそうですし、ここもなんか銀打ちとか角打ちとか嫌ですし、ここもなんか強なりから強車取った手が飛車取りになったりして嫌そうなんで、まあ6二が自然というか、そうですよね、そこが嫌なんです。はい2。2二振って入りますか ?2 二振って入るんですかまあもう入れるか <laughs>。気合で。 あ、入った。入ったけど、まあ入ったから何なのっていう話ですか。まあ一応壁になったんで、今の一歩が入ったのは、まあまあ大きいような気がしないでもない。まあ両取りですけどね、桂馬が。金駒もらっとくのは大きいのかな現実的に金駒は大きいですか。手順に拠点の歩を払われるのが気になるところではあるんですけど、そうですよねー。ハロてきますよねー。ハロてこられて、 どうですかって感じまあ強者補充するのかな <laughs> 補充するんじゃさえないですか4六 k は6八金の姿勢でいこう8六歩はもう同歩しかないかないや同銀の方が良かったか同銀でしたかでもそれも8八歩も嫌かまあ9五 k ならここに K- 馬って小瓶狙う手はもう銀がっちり埋めてもう逆にこう相手の方に身を委ねて あとはお好きにどうぞって感じで。8七歩は、ちょっと、うーん、俗に言うエロい手ですね。<laughs> これあんま言わないのかないや、靴は言わないと思うんだけど。<laughs> 俗に、俗に言ったりしますね、これは。これはエロい手ですね、と。うーん、どうしよう。そんなことを言ってる場合ではない。そんなことを言ってる場合ではないんですけど。 角打つと4三歩ぐらいでさえないでもそこで強者をつかう,うーんちょっと違う気もするけどなんかちょっと角が攻防風でただまあ風つかれる味が残るんでそれがねー嫌なところではあるんですけれども風つかせて角出てなんかこの玉ね残り狙うそんなプランそんなプランであー風温存プランか強者に歩を残すために。 2歩じゃあ冴えないよね。冴えないことは分かってるんですけど、冴えないことが分かっててもやらないといけないときってあるじゃないですか。その可能性。まぁ、あ、一回叩くか。銅銀だとちょっと、まあ手厚さが、手厚さが、下がるんで、まあそこで、いや、2、うお、う、うん。<laughs> いやー、6五 k ね。引くと、でも引くと、8八角。 同格同区内同玉は耐えれないか。桂成同格も嫌やもんな。次。6うーん。6八銀打つ。桂成同銀6五桂おかわりか。おかわり祭りが来ちゃうか。春のおかわり祭りが来てしまう。いや、痛いね。それ。痛いね。<laughs> まあ、ちょっと春のおかわり祭りを。 うー受け入れるか一回4九歩とか打ってみますか同飛車なりに金引きなり同銀いやーなんか怖いよ怖いなー怖いなーって思ってたんですよいやー6五系おかわり祭りだ5六系打ついやー打ってみるかでもなーこれ手抜かれた時に別に次に厳しい狙いないんでっていう悲しい現実を突きつけられた時に。 私は涙、涙なしに生きていくことができるのか。そこについて。そこについて語った映画がちょっと全米で。全米が涙するかもしれない。いやー、語られてるな語られてるよ、それは。手がないと。手がないと語られてしまっている。4四角同金同形。それで勝負する人いないよねー。4四形銀内同形4四金か。 ウルトラシーをひねり出せ。これは、これを、ここでひねり出せは、でもワンチャン。ワンチャンないか。<laughs> 厳しい現実。ワンチャンがないという厳しい現実。いや、何が一番チャンスあるんやろ。これはチャンスないか。同金同桂。ならずはまあ、かわす。罪かな、だいたい。 大体、積みってやつま、あもう、弾く。まあ、でも、同流から積みなんでしょうね。うーん、同流とか、こっち取った方がいいかな。こっち取って。だから、こう取ると同金で、うーん、まあ、こ、これもこっちかな。こう取るのが、で、同金直に金打って逃げて、角で、こっち逃げれないよーって言われると、厳しめか。こう、 こう取るのは同金が、すっすーのルートが、意外に、意外に説、はそんな手を刺しちゃダメだって教えたでしょ <laughs> そんな無慈悲な手を刺し,、ね、しちゃいけないって。4 5 9 5 6系 ギーきつ <laughs> 激烈にきついやんか先から、あのー、見ないようにしてるんですけどこれ積んでてもおかしくないというかダダ積みじゃない <laughs> ?6 五桂ダダ,ダダ説6号系ダダ説かそっか今桂馬取ったから桂馬打てんのかいやーダダ説来たこれ引くのはダダなんでまあ上がりますかこうスッスッスで逃げれる可能性に信じていく ここで竜トリが残ってることに相手の方が焦ってくれれば、ワンチャンあるけど、ワンチャンでしかないなー角逃げ、銀逃げ。罪はないのかなー意外に。ここが浮いてるんで、なんかスッ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 が、スッスッスーだったり、スッスッスーがあるんで。あ、でも角一回打って。合マは角で罪やから、角には封つくしかなくて、8、8、角7、6玉角,角なり逃げ。 うーん、それも罪はないか。罪はないことで焦ってください。お願いします。<laughs> 罪はないことにちょっと焦っていただければ。まあ、7 4歩突かれるぐらいでも多分ダメ。でもそれ、大手でやっぱり龍取れるのはちょっと嫌か。相手の方としたら。なんで、角打って、逃げて。まあ、そこで一回レースに4五歩を刺されると、お涙ですね。お涙、お涙、ちょうだいの。 展開まあでもそれで8四金とか上部開拓していったら結構まあ局面は負けなんですけど実戦的には怪しい雰囲気醸し出してくれないかな醸し出してくれやっぱ逆転するにはこう中断玉でうろちょろするのがいいですよねいいんですいいんですはい <laughs> はい そういうことはちょっと置いておきまして。いやー、でもどうされるのかはわからんな。どうされるのかわからんっていうかもう思考を停止してるんですけど。いや、ダメだ。ここで考えとかないと時間ないんや。そう。相手の方が何着てもノータイムで対応できるように考えとかないといけない。あや、4 8分あー、そういう冷静な手できた。一番やっちゃいけない、それは。それはね、一番やっちゃいけないんよ。 一番やっちゃいけない手をやってしまったね、あ、あなたは。<laughs> いや、一番やっちゃいけないって一番いいっていう意味なんですけど。ひょえー、ひょえそういうことひえー、これ取ったら角打ちで。逃げて銀で積み。4七に今日おびき出しか4七玉って引けないってことですね。ひえ、必死か5五銀もあるもんね。そんな組み立てがあるのか。いや、普通か。 普通なのかいやーこれ必死かどっちも合うからんもんなー<秒>うわーゲームのカード落としてしまいましたいやもう取るかいやー今の組み立てすごかったなーそうかだから4八歩のところで5六桂とかあった方がまあ実戦的にはっていう話もあったけどまあそうかいや今のなんか すすごかったですいやそうでもないまあ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 ちょっとソフト見ていきます。というわけで感想戦なんですけどもいやー最後は負けてたんですけどまあそうですねなんかでもちょっとこの無理攻めがどうなのかなと思ってたんですけどまあここっていうよりもちょっと別のところに問題があってそうですね仕掛け自体はまあ,まあ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 っていう感じかなと思うんですけどここで空打たれた時ですねここが一番。 問題だっったたかなっていう感じの評価値でした、まあ、桂馬逃げたんですけどこれがあんまり効いてなかったのでここは銀をぶつける手がありましたね。まあこれ次銀取れるんで同銀が自然ですけど同飛車で手順に桂馬を紐をつけることができるのでぶつけた方が良かったですね。なんかこの瞬間にちょっとこうふ打って同飛車に銀とか打たれて飛車いじめられるのが気になるところではあるんですけど引いといて。 これ、あと一歩あれば、相手の方も風打って、飛車横にどこか逃げた時に、角でこの桂馬を取るっていう手があるんですけど、まあ、ないので、まあ、香取るぐらいかなと思うんですけど、まあ、角転がしとくぐらいで難しいみたいですね。これでまあ、なんか、銀打ち狙ったり、銀打ち狙ったり、まあ、銀から殺到する手を狙ったりとかさせていけば、まあ、難しいみたいですね。まあ、駒損してるんですけど、なんていうか、駒の効率というか、 攻め駒がこっちすごい働いてて玉も硬いのでまあその分難しいっていう感じでしたそうですねここがまあなんか一番うーん損したというか、うん、一番あれだったかなっていうところですねこの後はちょっとやっぱり厳しい将棋だったみたいですねなかなか何て言うんですかね相手の方の入玉を止めるのが難しいというかなかなかこう寄せるのが難しい玉系なのでうんその分苦しかったかなっていう感じですね まあ、ちょっとチャンス来たのかなと思ったけど、まあ、そんなことはなかったか。うん。いや、でも最後の予選どうなんですかね。ちょっと皆さん、ぜひ教えていただきたいんですけど、この、これ、この、<laughs> なんてうやろう、すごいと思います。なんて言ったらいいのかな。その、すごいと思いませんか <laughs> すごいざっくりして、なんか、 意外にそれは見えるもんななのかな見えるというかなんかこの組み立てが結構すごいなと思うんですけどうんなんか感動したんですけどまあそうでもそうでもないっていうのもなんか失礼になっちゃうけど何て言うんやろう、うんすごい <laughs> 結論すごいいやでもこれそうですねいやまあ何を感動してるかっていうとなんかやっぱり角とかちょっと考えたくなると思うんですよね角とか角とかうん角とか。うん その中でこのまあ連打連打自体は分かるんですけどこれがこう逃げるこの4七に逃げるルートがなくなってるっていうのが大きいんですね。で桂馬打ったんですけどそこで封つけばあの龍、ー、取っても角打って逃げて銀打ちででこの時に連打してるんでここに玉が逃げれないんで詰みっていうことでうーんいやーこれは見えなかったですねまあこれじゃなくても負けだとは思うんですけどうんなんか すごくなんていうか、綺麗に決められたなっていう感じで、まあ最後は負けでした。まあ、ただまあ、なんていうんですかね、序盤はまあ難しい勝負だったみたいなんで、まあ、またこういう速攻はやってみたいなと思います。実戦で役に立つ手筋を紹介したメンバーシップを配信しています。また、右試験者の指し方をまとめた電子書籍も配信しています。詳しくは概要欄をご覧ください。